はい、ご紹介いただきました松井枠様井桜でございます。4年ぶりの道の清桜祭り、心から楽しみにしております。よろしくお願いします。さて、枠屋といえばですね、春には桜満開のお城山、そして民謡秋の山唄で有名な野々岳山、そして、日本初の参勤の地小金山、山ということで山の叫びというものをやりたいと思います。私が山の叫びと言いましたら、先にメンバーがと言いますので、観客の皆さん、ぜひ山の叫び一緒にやってください。声出せないんで、小さい声でもいいです。構図だけでもいいのでよろしくお願いします。それでは参ります。口の前に大きな三角を結び作っていく、山の叫び、心のアンプで届きました大きな山の叫び、山彦帰ってまいりました。それでは参ります。招福いざ。会場のお客様にありがとうございました。
ありがとうございました。